日本で初の撮影許可が下りるっていう日本で初めて撮影許可下りた場所がリカちゃんのお店っていう、まさかの、まさかの、どうですか、まだ商品が来てないからね。でも久々にどうですか、なんか20年ぶりに。すごいですね。感無量な感じが、ね、時を超えましたね。いや、久保ちゃんも会いたかったらお店出せばいいんだよ。誰か同級生に会いたかったらお店出せばいいんだよ。すごいですね。皆さんこんにちは。というわけでですね、今日はあの千葉県は匝瑳市にあります、ちょっと ワンちゃんがね吠えてますが、ズーコーヒーっていうね、ズーカーフィーっていう、何ですかね、喫茶店兼飲食可能な感じですかね、なんかコーヒーショップみたいなところに来てます。ここはまあちょっと海が近いんでね、目の前がなんか海岸通りみたいな感じですかね。ちょっと今こちらに同級生が同級生が作ってくれたから、あのメンチカツ、これ なんだろう、これ、これチーズコロッケとスペシャルコロッケ、これどういうあれなの、どういうあれで出すことにしたの。プロサーファーのご実家が、うん、あのお肉屋さんで、ここから仕入れする形で、あの大阪のお肉屋さんのコロッケ、あ、そういうことなの、ソースなしで食べられます。 ありがとうございます、はい、じゃあいただきます。今、水がどちらでしたっけ。あ、これがよくが水だし、はい、久保ちゃんは、あ、すいません、久保ちゃんって言っていただけて声ですよ、しどろもどりありがとう、じゃあいただきます。ごゆっくり、はい、お待たせしました。じゃあ久保ちゃんの感想をね、20年の時を超えた感じがしますね。これなんか水出しアイスコーヒー、1日ゆっくりと水につけて、苦味なくが少なく甘みのあるアイスコーヒーです。ぜひストレートでお飲みくださいって言われる。こちらは何頼んだっけ。チーズコロッケとバナナスムージー。あ、バナナスムージー、バナナを丸ごと1本使ったバナナスムージー、ぜひお試しあれって言われる。こちらに感想聞いてみますか。とりあえず食レポってことで。食レポ難しいっすね。じゃあちょっと一口いただきます。お互い一口でいただきます。うん、スッと入ってくる、すごい、なんかバナナ 100% って感じです。美味しい、これ、うん、バナナ 100% 美味しいですか。美味しいです、バナナスムージー、ぜひスーコーヒーでそうですよ、紅茶まで、ね、ぜひ今後週1でお願いしますよ。なんなら週5で毎日や、毎日来るっていうね。じゃあコロッケの方、そうだね、いただきます。コロッケいただいてみて、どんなもんか。 Google の口コミでもチーズコロッケが美味しいとなってたもん。じゃあ、うん、うん、本物ですね、本物の味がする本物の味する、うん、どんな味だ。もう中国で輸入販売を分かりづらい食レポ下手じゃないですかなんかもうちょっとないですか。
孤独のグルメっぽく、孤独のグルメっぽく、渋くなんかもうあれ、なんかもうじゃがいもとチーズがもう一体化してる、そういう感じなんですね。はい、じゃがいもとチーズの一体化が、はい、いただきます。この食レポ過去最低の動画視聴回数やると思う。過去最低は無理だと思う。だから、ね、それはね、もう2,3回だから、ね、いただきます。三脚便利だね。そうそう、これ便利だね。置いてもできるし、持ってもできるから、うまっ。うん、美味しい。本当に美味しいね。うまっ。ああ、全然これソースなしでね。うん。うまっ。熱々ね。しかもなんか全然脂っこくないからいい。なんか。うん。もうパリッとパリッとなってた。うまいですね。スペシャルコロッケ。これは、これは味がしみるね。20年のね、時をね。それぞれの人生生きてますね。なんか昨日したらしいよ。どうだ何あのなんだっけ、どちらの人なんとか、なんか何人か以外はない気もしなくもない。いや営業組だったよ。それは痛みがする。これなんかお部屋やる。その人は。たんですよ。うまっ。これ間違いないですね。アイスコーヒーも最高だね。めちゃめちゃうまいね。コロッケめっちゃいいなこれ。すごい。もう一個頼んでよ。もうちょっと頼んでみたら、もうちょっとここで晩ご飯を全部平らげた方がいいんじゃない。これお店のちょっと美香ちゃんの、あ、はっちゃんのね、はっちゃんのお店を宣伝したいと思います。いただきます。これがね、うまっ。なるほど。久々に食ったこれ。メンチカツ。うまっ。うん。ソースいらないね。この味だけで。素材の味だけで。うわ。周りカリカリね。うまいっすね。今度海水浴場閉まる時間です。ああ。4時、5時だっけ。たくさんに会えたから。満足ですよ。もともとの目的はね、もうこれピピーピピーピピピコロッケもうまいけど、これメンチも最高です。大丈夫ですか。すごいね。
これはもうさすがの金賞の味ですね。本当にさすが金賞って味です。おさんでした。うん、コーヒーだ。コーヒー売ってますよ。コーヒーもあんな買いますよ。これもこめちゃんお土産に。どうですか。お土産。ちょっちゅう来れますよ。週5ぐらいで来れます。ほぼ毎日来れるよ。近いからね。すぐ来れるやん。20分ぐらいだね。そう、空いてるからね。これサーフィンできるよ。サーフスクールって書いてある。ねえ、シンボンで結構アビリティって言ってた。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。ここってサーフィンもできるの。サーフィンは、あ、そのサーフボード。サーフボードもね、そこのマネージャーがサーファーなんですけども、この人は普通はやってるんだけど、そこから、板を持っていくっていうのはまだやってなくて、これからやり始めるかっていうのは。じゃあやった方がいいよ。ぜひ近いんだから。20分で来れんならもう通った方がいいじゃん。こぼちゃ松尾に行くか。こぼちゃ松尾に、大平に。大平、地元にいますね。そうだ、同じ年なんだからさ。同級生なんだからさ。そうだよ。そうでも気づかなかったでしょ。いやでもさすがに。でも多分同じクラスじゃないからじゃない。クラス違うでしょ。いや俺1年の時一緒なんですよ。そうだよね。そうなんだよね。それぐらい時が経っちゃうとね、なかなかね。途中でね、あってたね、インスタやったりさ、こう、ああ、もう分かるけど、やってないよね。やってる？インスタ見てるでしょ。いや、そうだね。インスタ見てる？見たりはしてるって。あ、見たりフォローしたりみたいな。あの、いや、大平ってみんな地元に行けないって。大平って大平ってだから、こっちゃんとか、あと誰だろう、ヒデブとか、たくわんとか、どうなんだろうね。でも前、2年前に、剣部のところでなんか同窓会したときは、結構あのバスケ部が集まって、へぇ、あ、そうなんだ。いや、女子は集まらなかったんだけど、男子だけ集まって、男子のバスケ部が。ケンブーとか、キタちゃんとか、俺とか。あ、そうそうそう、バスケ部でとか、たくあんとか、そうそう、と、ゆうたくんとか。ケンちゃん、ケンちゃん見てる？あ、見てる。みんなインスタやってんだ。インスタで見てるから、こっちも、ああ、確かにね。おばちゃん。おばちゃん、なんだか
久保ちゃんに絡んでた久保ちゃん設定あったじゃん久保ちゃんいじられてたじゃん久保ちゃん美香ちゃんにいじられてたじゃんえ、美香ちゃんあれ YouTube 出れる YouTube 出ます俺のあ、そう大丈夫お店の宣伝するんで同級生です美香ちゃん今平賀美香ちゃんそう旧姓八角美香ちゃんちょっとすごいはっちゃんそうえ、今もうサーフィンやってるでしょプロなのプロサーファー去年プロになりましたすげえすげえプロサーファーでしかもカフェもやっていてすごい私お母さんもやっていてっていうすごいですね大忙しじゃない皆さんのご協力のおかげで大活躍じゃないですかすごいねああそうなんですか作ってもらったりしてもご協力がないとできないすごいなもうありがたい話えで ここのお店にもそのプロサーファーの人が所属してるんですかこのお店自体が、うん、あの佐久間秀人プロっていうプロサーファーがやってます、うん、そのお誘いであの働かせてもらってああそうなんだ、はい、ここは2人プロサーファーがいます、うん、はい、すごい、うん、こんにちはすごいですねこんにちはでもサーフィンも楽しめるっていうヤックもプロの俳優だからプロの大平人大平を極めてますからねということですねあということでこちらあのコーヒーも楽しめるしあのサーフィンも楽しめるしあとメンチカツコロッケも楽しめてあの美人さんもいらっしゃるということで、ね、美人の店員さんもいらっしゃるということですであとたまにこちらの面白い面白おかしいあのお兄さんもいらっしゃると思うので、はい、というお店です。